春一番も今年で9年目を迎えます。しかし今回で春一番と名のコンサートは終わります。それにあたって今まで一人の観客であった僕がこの映画を制作しようと思ったのは、まず春一番が誰からの力からでもなく、みんなの歌を歌いたい、歌う場所が欲しいという中から生まれてきて、それが年を重ねるたびに音楽的な状況、お金の面、そういう面からやっぱりだんだん追い込まれていったと。でそういうとこで春一番は終わるわけですけれども、その9年間も続いたという春一番の奇跡みたいなのを僕は撮っていきたいと思って、この映画を制作しました。こんなとこにも、こんな世の中にもやっぱこうして生きてる人間がおるんやいうことをみんなに分かってほしいと思います。風が吹き始めた、冷たい通りを抜けて、君の窓まで、いつまでも待つことはない、幻たちを追い払え、春一番が作るのは、それは君の春の祭り、春一番春一番コンサートが行われるこの野外音楽堂は大阪の天王寺公園の中にあります。この場所からは通天閣が見え、隣は動物園、そしてたくさんの人で賑わう新世界の通りもすぐそばにあって、本当に大阪を感じさせてくれるところです。まあ、天気が縁であんまり用はないかと思いますが、綺麗なとこですので、さて、この春一番にとって欠かせない人間がおります。彼がそうです。福岡風太、通称風太。春一とくれば風太と言われるほど、9年間文字通り春一番の看板になってきた人物です。なんで今年で最後になるかみたいなことは、
ぼちぼち喋りながら、4日間過ごしていきたいと思います。とりあえずこんな天気がようなったということで、もうなんか、僕自身も舞い上がってまして、すごい嬉しい気持ちばっかりがいっぱいです。で、9回やってきて、とにかく最後の春一番のど頭に誰が一番ふさわしいんかということをずっと考えまして、いろんな形でずっとやってきたんですけれども、やっぱり最後の春一のど頭はこの人しかないということで、決めたんですけれども、1回目の春一番の時からというか、もともと春一番の発起人というか、まあ僕とその人と2人で、ミニコミなんかをこしょこしょやってたんですけれども、まあ、今となってはすごい大阪ナンバーワンのシンガーになりまして、あれですけれども、とりあえずこの人がなかったら春一番コンサートは始まらへんかったという人です。大塚正治君です。悲しいとかね、なんとかいうような気持ちは全然なかったです。というよりもトップに僕が出してもらってすごい簡単に嬉しかったし、でも今春一番みたいなこういう感じのコンサートが日本で少ないでしょ。1日だけまあ野外でやるとかいうことはあるけどね。でもまあそういうことに関してはすごい残念だなと思うけど、
みんなも知ってる通り、このコンサートというのは風太個人のプロデュースでしょ。だからあの人ももう解放したらな、かわいそうでしょ。だからしょうがないなと思う。でもまた若い人はこんなことをやってもいいし、また何らかの形で大阪でこんなコンサートがあったらいいなとすごい思いますけどね。男らしいってわかるかい、ピエロや臆病もののことさ。俺には聞こえるんだ彼らの怯えたような鳴き声が。朝日はもう昇るよ、ちょっと夕方には早いんですけども、もっと後半の方に出とったらちょうどいい時間的にね、曲がハマったりするんですが、まあ、目でもつぶって夕焼けの感じを頭ででも描いてください。夕焼け雲という曲です。雲が空いっぱいに、早く帰ろうおいらのうちに。今日もどこかで誰かが泣いてた、早く帰ろうおいらのうちに。いつもの道をひとっぱしり、もうすぐ明かりが見えてくる。今夜はきっと素敵な夜が、早く帰ろうおいらのうちに。夜空の星をひとつかみして、早く帰ろうお前のところに。明日も天気になっておくれ、早く帰ろうお前のところに。いつもの
道をひとっ走り、もうすぐ明かりが見えてくる。今夜はきっと素敵な夜が、早く帰ろうお前のところに。光が見えてくる。今夜はきっと素敵な夜が、早く帰ろうお前のところに。春一番がとにかく9年間続いてくる中でね、ミュージシャンとあのプロデュースするもんと、結局音信が普通になってしまったということで、それで、そういう形では、フータさんはプロデュース、まあ、したくないと、そういう関係でね、やっぱりだからそれは春一番の、出発点みたいなもんがあると思うんですけれども、そういう感じで結局終わるっていうことに対してはどう思われますか？別にどうも思わないんですけどね、人それぞれやっぱり捉え方あるしね、フータはフータの春一番があるだろうし、俺たちには俺たちの春一番があるだろうし、それと今の世の中がやっぱりかなり複雑になってるでしょ。だからみんな春一番に対して思い入れが違うしね。ただ楽しいコンサートってのはいつまでも続いてほしいなと。でこのコンサート大好きだったしね、という気持ちはだけですね、だからこんなに難しいことはあんまり よく分かんない。天王寺の夜音と、もう春一番が結局こう切っても切り離せないぐらいね、なってきてますでしょう、それに関してはこう一体となってね、やっぱりできてきた。やっぱり春一番ってやっぱ天王寺の夜会しかなかったね。今になってもやっぱり天王寺の夜会幕取ることはやっぱりホッとするしね、みんなも楽しんでるみたいだし、だからそういう意味ではこのコンサートってのはものすごくこう継続されたコンサートだから、お客さんのその春一番に対するなんて言うんだろう、期待の気持ちっていうのもね、普通のコンサートともちょっとニュアンスが違うと思うんだけどね。で9年前の結局不安だった人たちっていうのが今はもう子供を持って家庭を持ってやってるわけでしょ。そういう人もなんて言うんだろう、たくさん来てあるしね、そういうのはやっぱりすごく楽しいね、俺たちにとっても。
あの天国とやらへ召されて行った数限りなき魂たちよ、お前はどうしてよりにもよってこの世へなんぞ戻りたがるの。それほどまでに天国とやらで退屈ばかりさせられていたの。それほどまでに天国とやらは居心地悪いところだったの。それともお前されて行った数限りなき魂たちよ、ありがとう。こういうポスターもあります。りょうさんの好きな人ぜひとも、いつもありますし、向こうでポスターを、売ってますので、ぜひともお土産に持って帰ってください。このコンサートに出演するミュージシャンたちはみんなステージに立つ以外客席で聴いているのです。そんな中に今日のステージを終えたミュージシャンたちが集まっていたので、今の気持ちなどを聞いてみました。伊沢さん失礼します。今日春一番コンサート終わったわけですけれども、はい、伊沢さんとしてはもう春一番としてのコンサートにステージに立つことはないんですけども、うん、今どんな感じですか。多分まあ、春一番の名前のコンサートは終わってしまうけどね、そのやってるのはいくらでみんなやってるしね、多分フータも何らかの違う形でまたやると思うねんね。ほんなら結局最初始めたんもやっぱり別にその何ていうの、形式バッターコンサート形式で始めてないねんね。で僕らも1回目かおんねんけども、はい、割に やってるメンバーも気楽にやってたからね、なんかその辺意外とみんなクールに絶対受け止めてるはずやねん、やってるものはね。それと姫松園っていうとこから、はいはい、結局始まったみたいな格好
なっとるんですけどね。 その辺の昔の話になるんですけども、うん、その辺のことちょっとエピソードかなんかありましたら。だからあのね、まあ、今年で9回目やけどね、毎回来たらやっぱりあのその当時に大手た姫松江のメンバーやのが絶対みんな来てんねんね。ほんで顔合わせて1年経つごとに、おお元気か元気かいうふうにずっと今日まで来たわけですわ。だからまあいつまでたってもみんなそういうのあったら集まってきるしね、どっかで会うたりとかね。だからそんなんを案外、まあ、楽しみたらないやけどね、その昔知ってた連中いうのはみんなやっぱりいつまでたってもやっぱりよう知ってるという感じのね。だからその辺が普通のコンサートと違うとこでね、うん、だからやってるメンバーもみんな演奏自分らで楽しんでやってるしね。割にあの一応形式はコンサート形式やけども、もうすごいあの気楽なね、なんていうのかな、やってる側も気楽にね、そのふわっと出ていってできるようなコンサートやったと思うんですわ。でそれはもう1回目から今まで一貫してたところでね、それはもう年々 PA とかそんなようになってきてるけどもね、その元に流れてるのは中に流れてるのはみんな一緒や思いますわ。メンバーはねもう気楽にやってるいう、うん。春一番が今年で最後になることを私が知ったのは今年の2月頃、大阪にあるプレイガイドジャーナルという雑誌の紙面でした。そこには会場である天王寺野音の移転もその理由の一つであるが、それより何よりも最近の春一番が時代の移り変わりの中で当初のそれよりもパワーを失いつつあること、80年を前にして時代の転換期を感じることを考慮すると、ここらでピリオドを打ち80年に向けて新たなスタートを考えてみるということであった。そこで初日を終えて一息ついた風太氏にその辺の事情をぼちぼち喋ってもらった。出発点が春一番っていうのは誰かが作ったんやしに、まあ誰かが作ったかみんなが作ったんやけども、結局あの今からしてもたらそこにあったコンサートであって、作為的に大きい賞とかそういうことのなかったすごい単純な発想の、とにかくやる場所がないから、うん、フォークシンガーとロックンローラーが、まあ、あのバンドの場合はディスコ、今流のディスコやけど昔で言ったらゴーゴーホールで演奏するしかなかった。だからライブハウスももちろん一軒もない時代やったしね。だからフォークシンガーもやるところがなかった。でなんとなくその音楽者っていうところは関西フォークを歪めて伝えるみたいな、そのこうあれがあったと思うね。だから例えば音楽者に対してもすごいこう批判を持ってる人たちが出てきだした時期やったよね、あれ。でその時にだからみんなで一緒くたにまとめてっていうか、割と住んでるとこが近かった人たちが集まって、あの野音のコンサートにしようやと、そういうことで、なんかいわゆる出演者の人らも含めて全員がスタッフやったコンサートよね。始まりはそれやったね。それがまさか2回目3回目続くってことは最初絶対考えてなかったね。そういうふうに、春一番が続いてきて結局9回目になるんですけども、そんな中で、この天王寺の野外いうことと春一番とこう切っても切り離せないような関係になってきたわけなんですけどね、そのことに関しては。まあそれから僕らが住んでたところは例えば岸の里であったと、それから難波の元町のディランという喫茶店を中心に僕らが行くとこないからあそこで寄ってたと、それからあの姫松園という手塚山の向こうのアパートがね、そこがまあねじろになったことがあったりとか、だからその辺から考えたら割と天王寺っていうのは僕らの生活範囲の中ですごいこうあの生きてた場所やったね。だからその天王寺っていうのはあの、まあ、今はほら僕なんかも美濃の実家に実家というか、まあ、家があったり東京の方にも住むとこがあったりで、そんなに阿部の近辺この辺の近所はな遊びに来たりもしゃもう専用になってしまったけど、ね、でもその当時は僕らが歩いて行ける範囲やったみたいな、ね、はっきり言って、それが僕らにとっての天王寺の山よね、昔はね。それがあの結局、71年から始まって、今年で79年9回数えるわけなんですけども、まあ野音が今年で潰れるから春一番がなくなるわけじゃなくして、結局、
ふたさんのプロデュースする、こう、春一番っていうもんがやっぱりやっていけへんような、うん、あの状態になったと思うんですけども、その辺を。だから僕自身が本当に春一番というこんな、あの自分で言うのもおかしいけど、その出演者が多いということだけで大きいコンサートやと、まあ一つ言えると思うんだけどね。でもそんなたくさんの出演者の人らと、あの十分なコミュニケーションも取らんと、あのコンサートをプロデュースするっていうのは、これはやったらいかんことやと僕は思うわけで、昔やったらまだいわゆる暇やったから、例えば今本職は胸張って僕はセンチメンタルシティロマンスのロードマネージャーですって言えるけど、まあもちろんそれでもまだ食えてないけど、でも忙しになったわね、その仕事だけで、もうあのセンチのことだけで時間が毎日潰れていくみたいな。でパッと気付いたら、そう言うたらマッサージにもモテないし、共同さんどうしてんだろうなとかね、5歳のおっさんどないしてんだろう、いさっちゃん元気かなとか、そういうところで来てしもったと。で そこまで行ってんのに、まだほらなんか風太がやりよる春一番やみたいなことをこう自分でももう絶対言われへんしね、まず自分では言われへんし、周りの人らがいや春一だけでもお前ええやんかいと、その時にみんなが1年に1回寄りゃええやんかいって言うてくれる人もいてると思うねんや。そういうこと、僕はやっぱり自分のことをプロデューサーやと思ったら、やっぱりちゃんとコミュニケーション取って、あの今年の春一から来年の春一までね、なんかやっぱりそういう確認があってね、お互い風太とその出演者の人らとの確認があって、僕はあのちゃんと満足できるステージができると思うね。ところがそれがやっぱできんようになったっていうのが一番の僕の中では大きな原因やね。それとやっぱり、それとはこう関わってくるんですけどもね、9年間来る中でね、それとはまた違った、動きみたいなのがこう、その風太さんの中と違って外側でね、春一番いうのが出来上がってると思うんですわ、文化みたいな格好でね。でその辺のこうやっぱり、72年3年の頃はね、反音楽者みたいな感じであった結局ものが、今はそれがなくなってしまったんかみたいな、うん、そういうとこはあるんですけども、その辺はなくなったやつよりももちろん今もあるけどね。だけど結局どういうかな、的絞って僕はロードマネージャーやと、でそれが現場が一番好きやというところに、まあ、僕は来てしもたからね今。それはええことか悪いかな関係なしに、だから他の人らは僕のことをいろんな見方してくれてると思うけど、僕自身はやっぱロードマネージャーもっぺんやりたいと、もっぺん言うとおかしいけど、ちゃんとしたロードマネージャーやって、それ現場から組み立てられるそのコンサートをね、やっぱりやっていきたいみたいな。もちろんだから春一番規模のコンサートはもう絶対やりたいしね、それは気持ちとしては十分持ってるみたいな。風太はとにかくよく喋ってくれました。後から言葉が出てくるのです。そんな話の中に私は風太の人間の一部を見たような気がしました。まがいもんは嫌やと言った風太の言葉は、今まで自分を取り巻いてきた全てのものに対して持ち続けてきた、音楽に対しても人間や社会に対しても、もちろん春一に対してもそれは同じであった。春一をやることが自分のライフワークだと思っていた頃、自分は一体プロデューサーなんか、ディスクジョッキーなんか、バンドのマネージャーなんかと昔の自分の文章の中で問うている。74年からやり出したセンチメンタルシティロマンスのロードマネージャーとして自らを立てた今、風太にとっての春一はすでに終わっていたのだろう。風太にとってこの10年は本職探しの10年という言葉が一番当たっているように思う。
か。毎年彼らはこうしてコンサート中を過ごしてきたのですが、それも今回で終わり。そんな初期春一番のスタッフであり、風太と活動を共にしていた阿部昇氏に春一番のことを聞いてみた。このコンサートはね、ちょっとちゃうねんな。僕が考えてんのと、まあ、風太のうちに何ていうの、なんて好き放題やっとるしや、で風太のやりたいことやっとるしや、だから終わることはどういうことかって考えたらや、これ考えとってんしね。言うも風太これでホッとするやろしね。でこれはもう何でもなかったような気もするわけ。これが歴史やと思えへんわけ。歌とかこれは風太の歴史であってや、ここで音楽がどうのこうのいうことはなかったやろしや、そんな気もするしや、だからそういう意味ではこの僕ら風太と友達やいうところでや、これが終わってや、ああホッとしたけどや、風太もこれで気楽になるやろし、一言で言うてね、福岡風太いう人間をこうどう思いますか。好きやね僕ね。真面目やね、真面目硬いんや、なんせというとね、やっぱりお客さんの方の変化の方がね感じますね。まあ出演者の方はみんな精一杯やってるでしょ。それなりにその時その時のねすごいもん感じたり、あるいはあいつあかんわと思ったりするんですけどね、それは毎年一緒なんですけどね。お客さんの乗り方がなんかあんまり表に出して楽しむいう方人が少なくなってきたみたいですね。それはなんとなく感じますね。それと風太さんとも長い付き合いになるわけなんですけども、一言で言うてどんな人間やと。一言で言うてというと、なかなかパワーのある人間と思うんですわね。一生懸命自分のやりたいことそのままストレートにやってて、それだけしかないんかもわからないけどね。なんかやっぱりしょうがないみたいなね、こうなんのがね。ほんでなんかこうやって亡くなるのが分かってから今日なんか現場へ来てるわけでしょ、初めてね。でやっぱりそのなんかムードみたいなのがあるでしょ、こうなんか僕なんか好きなムードがねこうやっぱあるわけね。そういうのがなくなるのがやっぱりちょっと寂しいなと思うけども、その春一番の存在としたらやっぱりもうしょうがないなみたいな気がするね。福岡風太さんいう人間をね見てどんな人ですか。風太やっぱりセンチメンタルちゃう。僕天王寺好きですね。でここで春一番があるからずっと続けてきてしまったと思うんですね。でそれがこれが他の場所やったらこんなに長く来たかどうかわからないですね。でこの時期が一番いいでしょ、天王寺公園のちょうど若葉の季節 でここでまあいつもねこう例えば芝とか友部なんかの歌とか他の人の音楽とかこう聞いてたらね本当にもう最高でしたよね。風太もいろいろあったと思うけど、最初はえらい過激だったけどだんだん大人になったと思います。でやっぱりそんなことがいろいろあってもやっぱりこの9年間ね、例えば、まあ、大げさに言うたら1970年代この自分の意思を通したやっぱりえらいと思いますよ。
クセル吹かし明けの空背中を流れ答えるまた会える日まで Have a goodbye仕事あのいつもなんかコンサートがあるでしょ。いっぱい出るにしてもあの自分の番が来てすぐ終わるいう感じでしょ。これなんかみんな友達に会いに来るいう感じね。このコンサートはいつもでちょっとなんか呼び出されたらすぐなんかやりに行くし、もうとにかくもう遊び。フータさんと今度はずっとやっていかれるわけですけども、僕フータっていう人間をこうどう思われますか。とにかくよく頑張ってやってきた人間だと思います。ええ、まあ、とにかく残念だね、これ春一番が終わるのは。いつもこのぐらいの時期になるとね、腕がうずくと思うのね。もうずっとそうだと思う、もう死ぬ前そうだと思う。一日が終わる日暮れの中で通り過ぎるお前に言った
1回目の春一番っていうのはね、ミュージシャンもスタッフも関係なかったわけね。で、たまたまそこにスタッフとしてデザインをできる人がいてたら、ポスターを作ろうと、チケットを作ろうと、チラシを作ろうと、でそういうことから始まったからね、すごい自然なもんだったよね。でそれがミュージシャンはプロになっていくと、デザイナーはプロのデザイナーになっていくということのこの10年だったと思うよね。だからそれを今こうしてステージを見てみると、ひょっとしてそれが10年間かかって考えたことが方法を作ることだったと思うね、方法論だったと思うんだけども、その方法論みたいなものが間違ってたんではないかと僕は思ってる。竹内まりやとセンチメンタルシティロマンスっていうのをとりあえず有名にしようと、でギャラがあるように、ギャラが入るようにしようと、そこで有名にしてギャラを取れるようにやって、それでそこから本音を言おうと。だから一つの雑誌作るんだったら、とりあえずアリスとかそういうのを特集して売れるようにやってから本音のことをやり出そうという形のことをフーターは選んだでしょう。だから東京にいても時間が足らないとかっていうことを考えてるんだと思うね。でそれが果たしてそういう方法論で何年か経って本音を言えるような状況になるのかどうかっていうのはね、僕は分からないと。でもそういう方法っていうのは10年かかって考えることかなとっていうところで僕は疑問があるわけね。でも一方でこういう非常にいなたい連中が集まるわけです。それは彼の今これが本音だろうと思う。それと一歩自分の日常的な活動とのギャップの中でやめてしまわざるを得ないっていうことになったの違うかな。今年でまあ春一番終わりなんですけども、トモヨさんは、いつから関わりは春一番と。春一番の最初からだけど、その一つ前のコンサートから。それでまあ春一の前にビーンラブロックっていう、それからです。春一まあ今年でまあ終わってしまうわけなんですけども、昨日のステージでね、春一番のコンサートステージに立つということは、トモヨさんにとって特別なことって言っておられましたでしょう、うん、っていうことはどういうことですか。うん、どういうことって言うから、特別です。1時間ですけどね、すごい大切な時間だと思います。大事な、なんか例えば無期懲役かなんかになってね、それでまあ月に1回とかね、面会が許されて、そのなんか面会時間のような感じですね。だから自分でね、こう何を言いたいのかっていうのをすごく整理するっていうか、突き詰めてからしかできないみたいな緊張感があります。コンサートも終わりに近づき、嫌が上でも会場は盛り上がっていきました。次のステージは春一のテーマを歌う西岡恭三の登場です。
最後の春一番の一番、最後、僕はずっと考えてて、この人にやってもらおうとずっと考えてまして、いろんな人たちが、まあ、プログラム組むのすごい難しいんですけども、いろんな人が、トリを取るとか頭をやるとかなかなか、気分的にも考えると難しいところなんですけれども、まあ、最後の大阪のコンサートの最後を名古屋出身の人間が取るっていうのはまた面白いなと思います。で、まだまだ再来年あたりからまたできるんじゃないかと思うんです。で、僕はもちろん春一番というコンサートは終わるけどもやるつもりですんで、まあ、もっぺん出直しと出演者の人らは今日も言うてくれてたんですけども、残念やと。で、本当に残念やと思います。で、今度出直すときはもっと僕らが大きなその存在になってたいなと思います。で、また再来年の1981年に第1回なんとか通行コンサートができるのは最高やと思うんです。で、とりあえず最後のこいつを紹介します。浅野義彦です。なんか去年まではさ、ずっと大阪の雰囲気とかそういうのはあったかもしれんけれども、なんかずっと例えば服部緑地の、フリーコンサートだとか、それから名古屋の森林公園だとか、そんなのずっとやってきて、なんかもう最近ずっと一緒みたいな感じ、今回こっち来たら一緒みたいな感じがして、あんまりそういう意味で大阪ということも意識しなかったし、ずっとそうだったんだけども、一番感じたのはやっぱり楽屋に今回はみんながいなくて外の方にいたっていうことを、なんかそれがどういうんだろう、やっぱり前と違ってきてすごいこう全部一緒くたっていう感じがしたんで、浅野さんから見た場合の僕が吹いたの人間というのはどういうふうなの。犬みたいで友達で可愛がってやれるし邪険にもしてやれる、フータが自分で感じたことじゃないかな。
つな楽しめたらええだけやと思うけど、でもなんか言いたいことあるわけやん俺ら。ただ単に花よ蝶よそれから恋よ港よでそうわっとこうやってるだけやなしに、やっぱうん、70年安保負け組はなんか素敵なもんあんのちゃう。その辺で例えばプロテスタントソングとかね、そういう具体的なことでなかっても俺らはなんか歌通してもっとなんかこと起こせんのちゃうかみたいなことは絶対諦められへんから、ね、いやそういう意味でも僕はフォークソングロックンロールっていうのは続けていきたい。風が吹き始めた。冷たい通りを抜けて、君の窓まで。いつまでも待つことはない。幻たちを追い払え、春一番が作るのはそれは君の春の祭り。春一番の風は一番の風は Yes, God's from here 君を連れて行くのだろうか。この春一番というコンサート、今年でやっと4回目なんですけれども、1971年に1回目を同じ天童寺の野外音楽堂で初めてとうとう4回目に来てしまいまして、
3回目あたりからなんか会場の周りを会場前からたくさんの人が来てくれまして、ぐるぐるとぐろ巻いてもう入りきれへんのちゃうかなと心配するぐらいの人が来てくれるようになったんですけれども、ここまで来るまでにはなかなかいろいろなことがありまして、六番町コンサートという高島屋で毎月やってるコンサートが途中から始まって、もっともっと僕らの好きな歌おかしいけれどもフォークソングとか、ロックミュージックみたいなことを僕は僕なりにいろんな形でいうとも、ミニコミとコンサートみたいなことでしかできなかったんですけれども、そういうことをやってこれまして、やっとなんかそれらしいというか、とにかく人だけはたくさん来てくれて、みたいなコンサートにはなって、中身的にはまだまだ、いろいろ4回目にして、去年もいろいろあったんですけれども、だんだん出てきて、とてもやないけれども、大阪にいてる僕らの仲間だけのコンサートはなしにもっと大きなところから考えなあかんみたいなことで、4回目の今回はまだまだそこまでできなかったみたいなんで、これからもどんどんいろいろ変わっていくことも変わっていくやろうけども、考えながら春一番というコンサートは、毎年やっていくやないかということを考えてまして、出演者の人たちもなんか、毎回あまり顔ぶれは変わらないという感じで、あまり僕も個人的には変えたくもないし、人気取るのなんかにも下も人もないし、なんか、年を取るに従って結婚したり子供ができたりで、みんな家族連れで出演者の人も来てくれるし、なんか客席にいてる人たちもみんなそれぞれ、恋人やった人は奥さんに、旦那さんにしてというかそういう風になって、家族ぐるみで楽しめるなんか年に1回の、コンサートにしたいななんて、思っております。なんか、春一番の中身のことをなんかゴロゴロと病気に任せて喋っていこうと思うんですけれども、いろんな人が春一番のコンサートに出演したというか、出てそれでまた、いろんな方面で活躍していったというか、あんまり僕の自慢話したってしゃあないんですけれども、1回目の春一番の時なんていうのはまだまだ、それこそ知名度がないというか、だけで、伊佐俊也とかりっちゃんなんかまでいろいろなんか自分らでビラ作って自分らでなんかコンサートやらんとどっからも声かからへんし仕事はないしみたいなことで、とりあえず、なんかロックの方は湯やゴーゴーホールでしか演奏する場所がなかったとかそういう状況の中で、地下からそうやって、地下のゴーゴーホールからロックグループが出てきて、でフォークソングの方はなんか南部の友達のディランっていう店を中心になんかいじいじと集まってたんですけれども、その辺で、いろいろ僕なんかが、当時はグラスブレンというグループの、マネージャーというかなんか一緒になんか岸の里のアパートで住んでたんですけれども、その辺でなんかやらんと気が済まんみたいなことで、気が済まんというか、地上絵ではないかみたいなことで始まったコンサートが、実に春一番やったんですけれども、そういうのをきっかけになんかいろんな人と知り合って、レコーディングの時には、例えばディランセカンドなんていうグループは、東京のバックミュージシャンスタジオミュージシャンの人に手取ってもらうよりも、芋でもええ下手でもええそんなん言われたってかめへん、とにかく大阪のミュージシャンだけで、レコーディングしたいみたいなことで、そのディスコでしかやったことのない人たちが初めてなんか、スタジオを経験したりというなんか2年も3年も前の話なんですけれども、そういうきっかけになったりしたと思うんですけれども、なかなか名前が残っていくというか春一番というタイトルの名前だけ有名になってしまって、変なとこからお声がかかって、トリウモンみたいなフォークソングのトリウモンみたいなあそこへ出といたらもう、一応なんかカッコがつくみたいな、どうしようもないしょうもないこと言う人も出てきたりして、少し悩める部分があるんですけれども、とりあえず年に1回天王寺に集まって、出演者の人たちもそれから聞きに来てくれるお客さんも、また毎年毎年集まって、毎年毎年できたら、レコードみたいな形それから映画みたいな形で残せていったら面白いんじゃないかなと思うんですけれども、焦らずにゆっくりと、ですね、僕らが50、60になるまで、続けていきたい、やっていきたいと思います。
頭の周りが鉄の輪っか頭の周りが鉄の輪っか真っ暗な空の真ん中でこの夜を眺めてる何でもやる人がいっぱいいます。
固く引っ込んでもいいんだね。歩き疲れては夜空とりこに隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。歩き疲れて眠れないのです。どうもありがとう。
代なんて口癖のように言う。それほど真剣に生きてみたのかい。親のすねをかじれるうちはそうしとくがいいだろう。誰も君を責めたりしないよ。ただ言葉が僕をストーリーしてくだけ。笑い飛ばしてやろうが、悩み深い人生とやらを。僕には君の言うことなすこと全て空ごととしか思えないよ。雪吊りの人と寝て愛を知ったつもりでいる。どれだけそんな夜を重ねたら気が済むのかい。しっかり目を据えて君の周りを見てごらん。誰もが背を向け押し黙ったまま突っ立ってるよ。笑い飛ばしてやろうか、悩み深い人生とやらを。僕には君の言うことなすこと全て空ごととしか思えないよ。僕には君の言うことなすこと全て空ごととしか思えないよ。君は僕にしがみついて僕の目をじっと見つめ、僕の名前をそっと呼んでみた。あの時の君のおっぱいを今も僕は覚えてる。そして帰りに僕らは猫拾ったんだ。どうもありがとうございました。自分らみや寂しすぎる。行くあてなしのセールスマンが流れゆく先吹きだまり。Bye.